これと知りたいです 25, だにゃちなみにバトルが1248ですねおめでとうございますクラッカーいわい質問は人生で一番恥ずかしかったことですと、まあ、小学校2年生ぐらいの時ですねいやもう帰り道我慢できずにね「よまにおめでとうございますビッグブルーできるだけ逆走」 あー登れねえよ、助けてくれ、はー、上に上がれ、はおっちー、ちゃん登ることができましたね、ある技を使ってね、ということで先進んでいきましょう、普段 200cc はこの緑のルートをね走ってるんですけども、逆から行くとやっぱいつもと違う感覚ですね、同じ道のはずなのに、わかるかな、この気持ち、やべ、逆走してるのも割と楽しい。 コンビア地帯はそこまでなんか正規ルート走ってる感じはね普通に走ってる感じここはジャンプでいけるかなキノコ使ってあっ普通に超えられたキノコもう一個使ってぐらいだうーん10ゲーム戻さないで名前の由来を教えてください僕の下の名前の本名がカズマといいますてマルクス経済学のカール・マルクスとえ合わせてカズマルクスという名前になりました髪伸ばすす予定はありますか前回切ったのが 一ヶ月半前ぐらいなので、あと三ヶ月ぐらいは伸ばしたいと思います。よまに突破、おめでとうございます。ク, <laughs> クラッカー。祝いありがとうございます。進撃の巨人は好きですか？好きだったら誰が好きでしょうかということで、進撃の巨人は、まあ、全部見たわけではないんですけれども、ハンジ・ゾエさんがね、えー、好きですね。 4万人おめでとうございます。いつも配信見てます。キラキラ。高音おいきテストできますかわら。こんにちは、カズマルクズだよ。音域テストをはめるよ。高音虫のお前ならば、余裕で歌えるね。はい、A、yeah、はい、B、はい、C、D、C。こんなの重低音だね。少しだけ音を上げるよ。普通の人なら出ないけど、高音虫のお前ならば、風でも歌えるね。はい、D、はい、D、はい、え。 まだまだ中音行きだねもうちょっと音を上げるよファルセットだけじゃキツいから高音中のお前らならば朝飯は偉だよねほらしいーはいはいでは <laughs> いはいではいはいでもう無理だ世界一位のロニーさんと話したことはありますかえ直接通話とかでは 話したことはないんですけれども、えー、メッセージのやりとりぐらいですかね。コングラチュレーション、おめでとうございますかな。中学の時のテキテスト五教点最高点は何点でしょうか。えー、だいたい一につき七十点前後取っていったって考えると、三百五十ぐらいはね、言ってたかな。もうそれ以上、四百点以上は、ね、ないですね。だから、まあ、多分、低い方だとは思いますね。視聴者のアナリティクスはどんな感じですかということで、今から見ていくんですが。 割とびっくりしたのが35から4045、えー、から54の方が、えー、30%近く合わせて見てくれてるっていうのがびっくりですね意外とマリオカートに関心がある、えー、年齢層っていうのにね驚きましたまあもちろんやっぱ18歳から24も30%で1317と含めるとやっぱ55%ぐらい占めてるからやっぱりね僕と近い年齢の方々が、えー、見てる方が多いんじゃないかなと思いますはい 質問ありがとうございました。視聴者のの男女比はどのくらいですかということで、まあ、過去28日間のデータを見てみると、圧倒的男率ねで、女性の方も割と14%、ね、見てくれてますね、本当にありがとうございます。人生で初めて 200cc ビックブルー走った時のタイムはどれくらいでしたかあ難しいよ、モートンちゃん、よし、なんとかゴール、タイムは1分20.133。 いやー19秒台まであと少しってとこだったけどまあ早いね <laughs> いいタイム出したと思う僕実は宇宙人なんですよねビッグブルーぶっ通し100時間走ったら 四万人おめです。出身地を知りたいです。生まれも埼玉、ええー、育ちも埼玉。視聴者はどんな存在ですか。一言で言えば、応援してくれる仲間のような存在ですね。なぜ骨クッパが好きなんですか。もうシンプルにみ見た目がかっこいいのと、タイムアタックでめっちゃ使っていたら。まあ、僕からもう懐いた、いや、骨クッパから懐いてきた。四万人おめでとうございます。マリオカートを始めたきっかけを知りたいです。今から約十六年ぐらい前、僕小学生だったんですけれども。友達がね、マリオカートを DS で遊んでて、ちょっと貸してもらったら超面白くて。 で僕もね購入して遊んでたら気づいたら16年も経って今8デラックスをガチっているという、まあ、状況でございますねマリオカート目印8やったことありますか私は目印の方でビッグブレッキーやってますま僕はそうですね今からスイッチを買う数ヶ月前に WiiU を購入して、まあ、23ヶ月ぐらい もう無印の方遊んでたんですけどよくノコノコを使ってましたね自分を褒めてくださいアレックスよく頑張ってるねビッグブルー偉いよ4万人本当におめでとうございます好きなスポーツって何かありますか小学校4年生から高校3年生まで卓球部9年間入っていてもう本当に卓球が大好きです好きなカボチャは何ですか北海道産のカボチャがとても大好きです改めて4万人おめでとうございます好きな洋楽とか知りたいですね洋楽自体僕結構好きでいろいろ聞くんですけれども中でも <ス getting involved> えワンダイレクションバックストリートボーイズえービートルズあたりがめちゃくちゃ好きですね4番におめでとうございます兄弟はいますかシスターズが二人いますマリカのタイムは相当早いですが現実でのタイムはどのくらいですか5 0ル走がだいたい7.5秒ぐらいで1 0 0ルが14.5秒台ぐらいですねまあそんなに早くはないと思います4番におめでとうございますいつも見て応援してます質問ですが BB ビビのビ g m の好きなパートとか教えてほしいです自分はセクションセリア入るあたりが好きということで僕はダンダンダンドガンダガドガン

もうその方に憧れて始めたっていうのがまあ、始まりですかねよまにおめでとうございます DLC 第3弾で来てほしいコースは何ですかダブルダッシュの キノコブリッジとかめっちゃ走ってみたいですねありがとうございますパックンスライダーがねめっちゃ制御が難しくてあとパックンに食われることがあるからあまり好きではないですね 200cc を上手くなる方法はありますかまあそうですね僕の経験上ひたすらタイムアタック 200cc のタイムアタックでいろんなコースを走って プラスアルファブレーキを意識してくださいブレーキを制するものは 200C c を制するこれはカズマルクスの残した名言でございます、えー、ぜひね頑張って練習して、えー、僕とね、えー、走りましょう10年後のマルクスはどうなっていると思いますかビッグブルーで1分を切って ビッグブルーハイジンになってると思います四万人おめでとうございます BB 以外で TA 早いコースはありますかまあ中でも 3DS のキノピオサーキットで0.6オッチしてますね四万人おめでとうおざいまるくす TA 以外で大きな目標とかはありますかまあマリオカートとは全く関係ないんですけれどもまあ英語つまりまあ トーイックですねトーイックでえ700点台を超えるっていうのを目標に、まあ、毎日ちょこっとずつであるけどコツコツ勉強しております朝はね会社に持って行くおにぎりの、えー、炊いたご飯の余りをちょっとなんかゆで卵と一緒に食べたりとかあとバナナとかですね、えー、を食べてだいたい7時ぐらいですねで昼間がね12時半から、えー、おにぎり2つと 冷凍ブロッコリーを入れ家から持ってきたものをね、えー、食べていますあと食堂の味噌汁かなで夜がですねまあ,あだいたい7時ぐらい19時ぐらいに自分で作ったこの肉料理とかこれ一例ですけどね、えー、こういうものを食べたりとかあとサラダを作ってね、えー、魚を缶詰とかを取ってお、えー、りますぜひね参考にしてみてください自炊は本当に極めた方がいいビエさんですかはいビエマルクスに見えます 4万人おめでとうございます 150cc で一番早い記憶記録は何でしょうかということで唯一2秒落ちしているミュートシティが一番早いですね4万人おめでとうございます好きな車を教えてくださいもうぶっちぎりで僕はテスラが好きですねもう見た目もかっこいいしいつか乗ってみたいなって4万人おめござマルクス <laughs> マリオカート以外に、えー、やっているゲームはありますかまあ現在ですね、えー、ゼルダの伝説ブレスオブザワールドと スプラトゥーン3をこれから遊ぼうかなって考えておりますあとスイッチスポーツもね最近時間何の部活をしていましたか小学四年生のクラブから高校三年生まで卓球部に所属しておりましたマリオカート以外の得意なゲームを教えてくださいリ,リズム天国とあとスカイカートが得意ですね4万人おめでとうございますやる気が出ないときはどうしていますかまあちょっとダラダラするっていうのもあるし本を読んだり音楽を読んだりすると えー、いいと思いますあと体を動かすってこともね大事だと思いますぜひ参考にしてみてね4万人おめでとうございます。クッシュデイス中音楽は聴いていますかあのビッグブレーンの生放送中は常にもう BGM が頭の中に入ってきてずっと聞いてますねでそ,そのおかげで音楽聴いただけで あのタイムが早い遅いっていうのがわかるようになりました。四万人、おめでとうございます。マリオカートエイトデックスは現在何時間でしょうか。三千三百八十五時間、ドンドンドン。おめでとうございます。ファンキーコングって強いですよね。マリオカートウィーの時、ファンキーコングより。 実はヨッシーの方がよく使ってましたねヨッシーヨッシーヨッシーマルクス4万人本当におめでとうございますビッグブルーでコツを何個か教えてくださいとにかく練習プラスアルファ僕の解説動画ね概要欄にあるんでぜひ皆さん見てください上手くなります4万人おめでとうございます今行ってみたい場所とかはありますかもう北海道がねめちゃくちゃ行ってみたいですねもう 食したい、もういろんなものをね四万2突破おめでとうござい、まるくそ質問は BB で最も大変だったこと、挫折したこと、そしてそれを乗り越えられたきっかけが知りたいです BB で最も大変だったことと挫折したことをちょっと共通しちゃうんですけれどもまず下ルートを習得するのがすっごい大変でしたねで、その下ルートがめっちゃ大変だったのでそこで挫折して2019年の夏ぐらいをえーからなんか BB を、えー、ずっと休んでて2020年のまた 秋ぐらいから生放送ね本格的に始めたっていうのがありますね下ルートをね頑張って練習して、えー、乗り越えることができました質問ありがとうございます登録者数4万人おめでとううザイマルクス高音差が激しい F0 シリーズってやったことはありますか僕ねこう見えて全くないですねガールフレンドいるか知りたいです今骨クッパと付き合ってもう3年が経ちますね <laughs> あ、遅れたけど4万人おめでとう祝いありがとうございます今まで何人ガールフレンドいましたかウェンディとピーチとデイジーとね1年半ずつ付き合ってました憧れている人は尊敬している人はいますかということで僕はね、り学長さんがねすごいなって思ってて動画とか YouTube やってらっしゃるんですけどももうね、何百本って見てきて <laughs> もうすごすぎてねもう物知りで なんか憧れる部分いっぱいありますね尊敬している部分とか4万人おめでとうございますビッグブルーの BGM を歌ってくださいビッグブルー世界一マジではやすぎ俺も世界7位だけどでもあと好きな映画とかはありますか はい16年ほど前の「クレオシンちゃん伝説を呼ぶ踊れアミーゴがねトラウマ級に怖くてでもすごく面白くてもう10回ぐらい見てますまあ、きっかけはねみんなと同じく「変態ショートカット」を初めて見た時にうわなんだこれマリオカードじゃねえじゃんスカイカードじゃんって思った瞬間僕極めました。 まあ4万人ね達成した時の心境として嬉しいっていう気持ち以外になんかもう本当に感謝したいなとみんなのおかげでねここまで来れたし本当にありがとうございます4万人おめでとうございます学生時代の思い出を教えてくださいまあ僕勉強よりね本当部活に 超絶打ち込んでいたのでもう部活卓球がねすごい楽しかったですね4万人本当におめでとうございますマリオカート以外の趣味などありますかまあこういう動画編集とかもう自分好きでやっているしあと音楽フリーのね BGM 聞くっていうのもなんかね割と周りからしたら珍しいと思われるんですけどね、うん、皆さんもぜひ聞いてみてください好きなアニメはそしておめでとうクラッカーありがとうございますやっぱりねクレヨンしんちゃんはね譲れないですねクレシンマルクス お願いしますこちらこそ今後もよろしくお願いします。はいということで皆さん今回ね質問書いてくれてありがとうございました。今回コミュニティで募集したんですけれども次回質問コーナーをするときは動画で募集動画をね作ろうと思います。多分その方がねもっと、えー、みんな書いてくれるのかなと思ってます。では今回もご視聴ありがとうございました。またこれからもねよろしくお願いします。ほんと4万人ありがとうでではでは